フィリップ2世は、バーデン・バーデン編教博。バーデン・バーデン編教博フィリベルトとその妻で、バイエルン公ウ・ビルヘルム4世の娘であるメヒテルトの間の長男として生まれた。父は、プロテスタント神徒、母は、カトリック神徒だった。1569年に、父が、ヨグノー戦争で戦死すると、わずか10歳のフィリップは、母方の叔父のバイエルン公アルブレヒト5世の手元に、 引き取られた。後見人となったアルブレヒト・モセイは、老いのフィリップを敬虔なカトリック・信徒に育て上げ、対抗宗教改革の画像の一つ、インゴル・シュタット大学で学ばせた。父フィリベルトは両民に、信教の自由を保障していたが、熱烈なカトリック・信徒であるフィリップの下では、信仰の自由には強い制限が加えられた。叔父アルブレヒト・モセイが、フィリップの後見人として、 統治を代行していた時期にあたる1570年から1571年に、かけ、バーデン・バーデン返境白領は、大制宗教をカトリックに変更した。フィリップは1571年に申請を開始した、際の最初の布告で、バーデン・バーデンの全領民に対して教会に、ミサに行くように命じ、もしこの命令を守らない場合は、重い刑罰を与えると宣言した。 フィリップは1579年、曽ソ祖ソフ・クリストフ一世議の建てた新宮殿を一度取り壊した上で、その跡地に正規ルネサンス様式の絢爛豪華な宮殿を建設したが、この建築事業のせいで莫大な負債を抱えた。1582年の城の財産目録には218もの楽器を購入していることが記録されており、こうした浪費も相まって、 借金は20万グルデンに達していた。民間からの借金に何とか対応するため、フィリップは高い税金を安くする措置を取ったが、こうした対応策は計画経済のシステムと似たような形だった。バーデン・バーデン返境白領における魔女狩りはアルブレヒト5世の貢献時代から始まったが、フィリップの新世紀に入ってからはより数が多くなった。フィリップが 最後に言った魔女の処刑は1580年のことで、ある。この時の魔女の家系では、18人の女性が、バーデン・バーデン、ラシュタット及びクッペンハイムで生きたまま炙り殺された。独身のまま29歳で死去し、重廷のバーデン・ローヘン教迫へドゥアルトが後を継いだ。意外は、バーデン・バーデンの三次会協会に安置された。ありがとうございます。